タイラー。タイラー。タイラーは、アメリカ合衆国テキサス州北東部に位置する都市。ダラスフォードワースの東約150キロメートルに位置する。人口は9万6900人。2010年国勢調査。タイラーに軍長を置く、スミス軍一軍のみからなる都市圏は20万9714人。その南に隣接する、ジャクソンビル小都市圏、チェロキー軍を合わせた。 広域都市圏は26万559人、いずれも2010年国勢調査の人口を抱えている。タイラーは、バラの町と呼ばれている。タイラーとその周辺では、バラの栽培が盛んで、市の特産となっているだけでなく、全米最大級のバラ園があり、毎年10月には、テキサスバラ祭りが開かれる。なお、テキサス州には、本校で述べるタイラー市とは別に、 タイラー軍という軍もある。タイラー氏とタイラー軍の間には直接的な関係はなく位置的にも離れている。タイラー軍は州南東部に位置する軍である。1846年4月11日、テキサス州議会はスミス軍の創設を可決し、その軍長を置く町として軍の地理重心にタイラーを創設することを承認した。これが今日のタイラー氏の始まりであった。 氏名は、テキサス併合を承認した第10代、大統領ジョン・タイラーにちなんで付けられた。タイラーは1850年に正式に法人化された。南北戦争前のタイラーの地域経済は、東テキサスの多くの地域がそうであったように、奴隷制に大きく依存していた。1860年には、総人口の35%以上にあたる1021人が奴隷であった。 そのため南北戦争が終わり、奴隷制が廃止されると、タイラーの地域経済は大きな打撃を受けた。しかし1874年にヒューストングレート、ノーザン鉄道の支線タイラーに開通すると、その後は奴隷に頼らない新しい産業が生まれ、タイラーは復興への道を歩み始めた。1907年にタイラーは姿勢を施行し、1910年の国勢調査では、 人口1890万人を突破した。1年代から1910年代にかけてのタイラーの地域経済の主役は、綿花や果樹園といった農業であった。しかし、1920年代に入ると、バラが一大産業として確立した。そして1930年に、東テキサス油田が見つかると、タイラーは、東テキサスにおける石油、 ガス産業の中心地へと成長していった。第二次世界大戦中には、タイラーの近郊にキャンプ、ファニンという兵の訓練所が設置され、タイラーの地域経済は、軍需産業で潤った。第二次世界大戦が終わると、タイラーは、商業の中心地へと成長していった。タイラーはに位置している。ダラスフォードワースとルージアナ州シリーブポートのほぼ、中間に位置し、そのいずれからも、 約150キロメートル程度である。市の標高は166メートルである。アメリカが州国国勢調査局によると、タイラー市は総面積140.8キロメートル、54.4ミである。そのうち140.5キロメートル、54.2ミが、陸地で0.3キロメートル、0.1ミが、水域である。総面積の0.21パーセントが水域となっている。 タイラーの気候は温暖な冬と、やや乾燥した暑い夏に特徴づけられる。最も暑い月は8月で、月平均気温は、摂氏29度、最高気温の平均は、摂氏35度で、日中の最高気温は連日摂氏32度、下市90度を超える。冬は温暖で、最も寒い1月でも月平均気温は、摂氏9度、最低気温の平均は、摂氏3度である。 降水量は4月から6月にかけて多く、月間100から125ミリメートルに達する一方、8月から9月にかけては少なく、50から65ミリメートル程度にとどまるが、その他の月は、月間75から90ミリメートルほどで平均している。冬季の降雪は極めて稀である。年間降水量は1040ミ、mm、リメートル程度である。の気候区分では、 タイラーは南部に広く分布している温暖湿潤気候、CF に属する。タイラーはシティマネージャー制をとっている。市の立法機関である市議会は市長と6人の議員からなっている。市長は全市から1名、市議員は市を6つに分けた選挙区から1名ずつが選出され、市長、市議員ともその任期は2年で、他選は3選までに制限されている。 シティマネージャーは、市議会に雇われ、市政府の日常業務の遂行を及び監督に責任を負う。タイラーは、シティマネージャーを補佐する、アシスタントシティマネージャーを持たず、シティマネージャー、4人のマネージングディレクター、及び7人のディレクターで、キーリーダーチームを構成している。キーリーダーチームは、市政府における、組織文化を構築し、シティマネージャー配下の市政府各局長に、 姿勢の目標達成及び戦略遂行に対する責任意識を植え付け、市職員の取り組みを向上させる役割を担っている。マネージングディレクター及びディレクターはいずれも各局長の中からシティマネージャーの任命により就任となる。マネージングディレクターはディレクターよりも上位の職で複数の壺を統括する。タイラーはバラの町と呼ばれ、 園芸品として、野原の一大産地である。タイラーとその周辺で、バラ栽培が始まったのは19世紀中盤のことで、1879年には、バラの販売がなされていた記録が残っている。1950年後半には、タイラーとその周辺には300件以上のバラ農家が、集中し、年間に、0 0 0レレレレレレ本以上を生産していた。その後バラの生産量は減り、 1990年代には、タイラーから30マイル、48キロメートル以内のバラ農家の数は25件以下、年間生産量は500万本程度になったが、それでも全米の生産量の16から20%を占めている。また、タイラーはスーパーマーケットチェーンのブルックシャーグローサリー、カンパニーが本社を置いている地でもある。同社はテキサス州、ルイジアナ州、 アーカンソー州、およびミシシッピ州に150店舗以上を有している。タイラー・パウンズ地域空港、IATA、タイヤは、市の中心部から西へ約 5.5km に立地している。同空港には、アメリカン航空によるダラス・フォートワースからの便、およびユナイテッド航空によるヒューストンからの便が、就航している。週間高速道路 I-20 は、 死の北を東西に通っている。I-20 は、テキサス州北部を横断し、新南部諸州を東西に貫く幹線である。タイラーから西へは、ダラス・フォートワースへ、東へは、シュリーブポートを経て、ジャクソン、バーミングハム、アトランタ、コロンビア等に通じている。この高速道路とタイラーの中心部とは、国道69号線や国道271号線で結ばれている。 タイラーの中心部は、修道323号線に囲まれている。タイラーには、アムトラックの駅はなく、近隣の駅は、国道69号線を 40km ほど、北上したミネオラ駅、もしくは、I、I-20 経由で東へ、約 60km ほどのロングビュー駅となる。これらの駅には、シカゴとサンアントニオを結ぶテキサスイーグル号が、シカゴ方面。 サンアントニオ方面とも1日1便ずつ発着する。タイラーにおける公共交通手段はタイラー交通局の運営する路線バスによってまかなわれている。この路線バスもはレッド、グリーン、イエロー、ブルー、およびパープルの5系統を有している。しかし、全米の多くの都市同様、タイラーにおける主な交通手段となっているのは自動車である。 テキサス大学タイラー校は、市の南東端に259エーカー、104万8000メートルのキャンパスを構えている。同学は1971年に設立されたオースティンに本部を置く、テキサス大学システムの一角をなす。州総合大学で、教養、経営、技術、教育、心理、工学、計算機科学、看護、保険のつの学部を有し、学部に、 約5200人、大学院に約1600人の学生を抱えている。同じく、テキサス大学システムに属するテキサス大学、タイラー保健科学センターは、市の北東端、国道271号線沿いにキャンパスを構え、テキサス州北東部における医療の中心となっている。ほか、生科学の修士の学位を授与している。また、同センターは、近隣の中道チェスにキャンパスを置く。 スティーブン・カイ・オースティン州立大学と共同で、環境科学の修士の学位を授与するプログラムを有している。ダウンタウンの北西約3キロメートルには、テキサス・カレッジ、州立のテキサス大学とは異なるがキャンパスを構えている。同学は1894年に創立したメソジスト系の小規模私立大学で、ヒストレクリーブラック・カレッジと呼ばれる、もともとは、 アフリカ系の学生に高等教育の機会を与える大学として設立された大学であった。同学は生物学、経営学、計算機科学など12の専攻で学士の学位を授与している。K12 科ほどにおいては、タイラー市域の大部分はタイラー独立学区に属し、同学区の管轄下にある公立学校によって主に支えられている。同学区は小学校17校。 中学校6校、高校2校、及びオルタナティブ教育校2校を有し、約18,600人の児童、生徒を抱えている。また、市の一部は、近郊のホワイトハウス独立学区や、チャペルヒル独学区にもかかっている。ダウンタウンの西に立地するタイラーバラ園は、全米最大級のバラ園である。同園は14エーカー、56,600メートルの敷地を有し、 約500種、3万5000本以上のバラを栽培している。道園に併設されているタイラーバラ博物館は、タイラーにおけるバラ栽培の歴史を中心に、地域の歴史に関する事物全般を展示している。また、毎年10月に開かれるテキサスバラ祭りでは、道園はバラ展や茶会の会場となるほか、道園から東テキサスフェアグラウンドへと至るパレードの起点にも、なる。 ダウンタウンの東にはタイラー美術館が立地している。同館はローラとダンのベックマン夫妻の寄贈によるメキシコの民芸品をはじめ1500点の作品を常設展示している。ダウンタウンに立地するリバティホールはもともとは1930年代に建てられた歴史ある劇場で一旦は閉館したものの 市が買い取って東テキサス公共学団との共同で再建したものである。この劇場ではコンサートや往年の名画の放映などが行われる。以下にタイラー氏における1880年から2010年までの人口推移をグラフ及び表で示す。タイラーは以下4都市と姉妹都市提携を結んでいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。